ジ、サトシ50ということで、今回は、うちのギターのサトシくんのについてのクイズをね、たくさんクイズです、答えていただこうということで、誰が一番サトシくんに詳しいか、これはね、メンバーがね、試されるということでね、もうね、はい、ね、だって俺、ね、何年一緒にいると思ってるの、まあね、俺は答えれるよ。でもね、俺はもうサワボとね、1年ちょっと経つけどね。1年そこらだろ、でもね、もう一緒に過ごしてるね、時間はね、ほぼ変わらんと思うよ。でも1年そこらだろ、1年そこらだろ、まあ俺はね、勝てると思うなよ。勝ってやるよ。3年後だよな、3年。じゃあ、行ってみる。はい、というわけで、頑張るぞ。はい、あ、そういえばあれや、ああ、そうだ、そうだ、なんか、これに勝つと、はい、なんかね、そうだね、得点が、あのね、これあの勝つとね、サトシ君とお酒を一杯交わせるというね、おー、うん、熱いお酒をね、あ、そう、語り合えるという、うーん、じゃあ得点がついてますので、イエーイ、それ目指して頑張ろうぜ、おう、おう、というわけで、頑張るぞ、おう、おう、3回目だね。問題お願いします。はい、では、第1問、サトシの出身地は、はい、おう、そんなのはい、はい、せーの、ドン、はい、愛知県東海市、お、皆さん同じ答えですね。では答えを聞いてみましょう。はい、佐藤さん、はい、第一問、はい、佐藤氏の出身地は、出身地、はい、愛知県。何市、東海市。あ、全員正解だ。これめちゃめちゃあれじゃないですか。じゃあもう一度イヤホンをかけてもらっていいですか。これ撮ってもいいですかね。いいよ。はい。はい、じゃあ第2問、ダダンタタン、サトシの好きな柄は、どっちかな、これ、彼の名前が分からん、あれだ、なんで、サトシの好きだから分からんの、ヒー君、柄の名前が出てこない。根本的やんけ。かけましたか。これなんて言うんですか。もう行くよ、行く、あ、絵でいきます、絵でいきますか、はい、せーの、ドン、はい、おー、水玉で、あれ、一松模様だね、一松模様、違うよ、はい、じゃあ本人に答え聞いてみましょう。はい、サトシさん、はい、サトシの好きな柄は、柄ですか、はい、柄か、まあチェック、うそ、全員忘れました、うそ、嘘つき、チェックかな、嘘つき、チェック、はい、どうぞ、違う、はい、じゃあ次の質問いきます。全員違えや、全員違えやんけ。俺水玉か一番使うと思ったのに、もう俺その2つで迷ってたんだよ。はい、次の質問、サービス問題です。はい、サトシの吸ってるタバコの銘柄は、あれなんだっけ、なんだっけ、あれ知らんぞ、なんやっけ、ね、ここまではわかる、あ、はい、違う、これ昔のかな、はい、書けましたか、うわ、分からん、
これ昔のかな、どっちだろう今。いくよ、せーの、ドン。はい、あーやっぱり今剣とか俺絶対分からなかった。昔やな、丸ボロじゃないことは分かったんだけど、剣と、ん、リト君がフィリップ・モリス、ロング・メンソール1ミリ。はい、剣とメンソール、ロングの1ミリです。はい、丸ボロ絶対違う、絶対違うよ、絶対違うの分かったんだけどね。では、サトシさん、そう、サトシの吸ってるタバコの銘柄は、タバコ、剣との1ミリのメンソールのロングですね。はぁ、勇気の正解です。昔だった。はい、では次の問題、大丈夫ですか。はい、はい、問題5、メンバーの中で一晩過ごすなら誰だと思いますか。アサーボーが誰と過ごしたいか。そうです、そんなのかけた？かけた？誰だろうな。勇気かな。はい、行きますよ。行くよ。大丈夫？はい。せーの、ドン。はい。ヒーくん誰ですか？俺。はい、勇気。ヒーくん。はい。ヒーくん。じゃあ本人に聞いてもらいましょう。はい、佐藤さん、はい、メンバーと、はい、メンバーの中で一晩過ごすなら誰がいいですか。あー、一晩ですか。はい、まあ、ヒー君ありがとうございます正解じゃあ次の質問いきます。サトシが最もストレスを感じる瞬間とは。書いていいかな。書ける範囲がいいんじゃない。書ける範囲で言うかな。いろいろある、ね、思い当たる節はあるけど、それを書けばいいんじゃない。どれか1個する。あ、そう、1個書いて。何が一番なんだろう。書けましたか。はい、はい、何やろ。オッケー。お、ヒゴ持ちだ。はい、ではせーので出してください、どうぞ、はい、あ、ごめんなさい、せーの。はい、じゃあひーくん。運転中、運転しないといけない状況の時。あー、眠れない時の運転。まあ、そういう時です、ね、あー、なるほど。はい、機材が壊れた時。あー、なるほど。はい、はい、リードさん、予定が詰まってて、なんか切羽詰まってる時にさらに予定が入るともうあってなる。あ、それ俺が悪いみたいな。いや、そういうことじゃなくて。おめでとう。じゃあ本人に聞いてもらいましょう。はい、サトシさん。はい、サトシが最もストレスを感じる瞬間は。瞬間ですか。はい、どういう時とかあります。え、もうパッと思いついたことでストレスを感じる瞬間。そうですね、渋滞とかですかね、車の運転の。ってことは、ってことは
全員ハズレですね。ハズレですか？全然違うよ。運転じゃないですか？運転。運転してるんですよ。運転。じゃあヒー君は正解ということ。はい。じゃあ挽回していく。じゃあ次、抱かれてもいいビジュアル系バンドマンは？まあ、サトシがサトコになってもいいし、サトシとしてもいいし。誰だろう。まあ必然的にサトシと仲いいことじゃない。ビジュアル系のバンドマン。ビジュアル系のバンドマン、この日本の中の、日本にいるビジュアル系の中の。もうそこで俺答え違うじゃん。感じが分からん。え、ビジュアル系バンドマンって誰でもいいの？うん、誰でもいいよ。いた。書けました？これは当たるんじゃない？のドン。はい。リトさんは？僕ですか？R指定の楓さんです。あ、そう、俺も思った。はい、おー、はい、はい、なんでスラッシュなの俺ビジュアル系のファンだから最初言う前に書いちゃってじゃちげえじゃんね。わかりました、じゃあちょっと聞いてみましょう本人に。はい、サトシさん。サトシ、サトシ、ビジュアル系バンドマンの中で、はい、抱かれてもいいバンドマンは？抱かれてもいいバンドマン、はい、まあ僕はそもそも友達が少ないんで、はい、そうですね、やっぱ抱かれるなら友達かなって思うんですけど、まあ、まあ、あれして、うん、カイピョンかな。やっぱそうだな。ありがとうございます。ほらほら、期待を裏切ってくれてくれてさ。はい、じゃあもう次はもうサービス問題ですね。抱かれてもいいリカオンのメンバーは？こんなんもう。こんなんもう。なんかもうあえて嘘書こうかな。はい、じゃあ出してください。ちょっと待ってください。その可能性あるかも。せーの、ドン。あ、ヒー君は？さっきの俺何回俺って書いてるんだ。はい、ゆきひゆう。はい、やっぱ社長じゃないですか。俺メンバーじゃないやん。社長も、いや社長メンバーやろお前ら。そうだけど、そうやな。じゃあ聞いてみましょう。はい、佐藤さん。はい、抱かれてもいいリカオのメンバーは？メンバーですか。はい、メンバーかー、これはちょっと難しいですね。難しいの？誰抱かれてもいいメンバーだよ。一瞬で決まると思ったのに。なんでこんなやつ。ちょっと気持ち悪いなと思って考えとった。その中でももう抱かなきゃいけない。抱かれる。あ、抱かれてもいい。で、さとこってことやな。はい。はい、ひくかな。結局やんけよ。この前落としたね、なさとこ。はい、では次の質問です。さとしのストレス解消法は？ヒーコンストレス解消法何なの？僕ですか？うん、僕はそんなストレス溜まることがないですね。まずヒーコン怒らんね、あんまし。そうですね、なんかその時点でそのなんかもうすぐ
自分で対処できる。ああ、対処する。まあ、なんていうんですかね、解消法、何かをするっていうよりも、頭の中で収まるというか。ある程度のことは。わかりました。皆さん、書けました？じゃあ、いきますよ、はい、せーの、ドン。はい、じゃあリードくん。はい、家でアロマキャンドル焚いて、はい、好きなバンドの CD かけて、サーボーがその曲にソロを当てる。あー、なるほどね。はい、はい、じゃあゆきさん。スタジオでのジャムセッション。それもあるね。はい、僕はあれですね、曲を流して、まあ家ですね、ほとんどジャムをする。じゃあ俺と一緒か。そうそうだね。よく言ってるよね。よくやってるんですよね。おー、なるほど。僕が迎えに行くときに。じゃあちょっと本人に聞いてみましょう。佐藤さん、佐藤氏のストレス解消法は、はい、ストレス解消法ですか。はい、僕はあのタワレコに行ってで、あのまあよくあのまあ庶民的なイオンとかの中に入ってるんですけど、タワレコが。はい、でその夕日が見えるポジションに車を止めるんですよ。はい、で CD を買って初めて聞いた。買い終わった後に自販機にフルーツオレのパックがあるんですけど、はい、それを買って車に乗って CD を開けてストローを刺して CD を聴きながらタバコを吸いながら夕日を見て、この CD いいなとかいろいろ評価心の中でするっていうのがあれですかね、ストレス発散。分かりました。全員外れたね。あれじゃねえの？ちげえのか。そっか。じゃあ次の質問いきます。サトシのよく使う言葉は？リド君はよく何言葉使う？普段ですか？うん、何使ってるんですかね。なんか多分まあ口癖だよね。口癖的な口癖、うん、でもなんか結構メンバーに言われたのは、うん、なんて言われたっけ、あれなんて言われたっけ、ひーくん。なんかさ、俺の口癖がうんたらとか言うじゃん。そう、あ、そうだっけ。なんかあったよね。はい、じゃあ書き終えた。はい、じゃあ行きましょう。せーの、ドン。これはみんな同じじゃないですかね。ロックンロール、イエイ、ロックンロール、イエイ、ロックンロール、イエイ。全部イエイまで同じやね。はい、じゃあちょっと本人聞いてみましょう。はい、はい、サトシの、はい、よく使う言葉は。あー、とりあえず。なんでそっちで来たよ。来ねえだろ。じゃあ次の問題いきます。そこじゃないよ。うちは全然分かってないけど、どうや。あえてこっちにしたのに。次いきますよ。サトシは何回目のデートでキスをする？ゆうきはどうなの？僕ですか？何回目のデートでキスしちゃうの？まあでも場合によりますけど。はい、まあ平均。平均、あんま女の子のデートしたことないんで。あ、そうなんだ。まあ、デートっていうか、まあ、ね、女の子あんまり、ね、あんまり好きじゃない。いや、好きです。大好きですですけど、あんまり女の子と付き合った経験が少ないんですよ。なるほど。意外にも。わかりました。なので、まあ1回か3回かな。1回か3回、わかりました。はい、では皆さん答えどうぞ。はい、はい、お、みんな3回。なるほど、ちょっと聞いてみましょう。はい、佐藤さん。はい、何回目のデートでキスをしますか？はい、あれじゃないですか、あのまあ回数ってより、回数で言わないといけない。回数、そうですね、ま
一番重要なのは距離感があれで問題じゃないですか。はい。まあ4回目でちょっとチャレンジしよう。わかりました。すごいね、いい感じに反応すね。どれが一番当ててる。はい、じゃあ次の質問いきますよ。自分の前世は何だと思う。サトシの前世よ。自分が思うサトシの前世。難しすぎるな。サトシがね、思う。難しい？何にしようか。前世だよ。ものでもいいんじゃない？つまり。はい、では皆さん答えてください。せーの、ドン。はい、リートさんは近所の頑固親父。あー、なるほどね。はい、鳥、猿。はい、じゃあちょっと本人聞いてもらいます。はい、サトシの前世は。前世ですか。はい、僕はまあアメリカのあの変な砂漠が転がってるようなあれじゃないですか。コロコロってあの草みたいなやつ、はあ、でバーカウンターがあるみたいですか。こうやって開ける扉の あ、はい、あそこで酒飲んでますね。わかりました。はい、じゃあ次の質問です。サトシは結婚するなら何歳。これ結婚するなら、結婚するなら何歳。するならですよね。うん、しないとかじゃないですよ。あ、結婚するなら何歳だよね。リカも結婚願望あんの。ありますよ。ある。リカは、あ、まあないことはないですね。リカ君は、僕は結婚したいですね。早くもしたい。結婚、な、子供とか最近見ると、うん、歩いてる子供いるじゃないですか。うん、なんか最近可愛いなって思いますね。なるほどね。僕は子供を車に乗せて旅行に行きたいです。うん。ちょっと戻っていい？行くよ。じゃあ、結婚するのは何歳で、答えを出してください。どうぞ。お、俺と一緒や。同じかよ。リト君とヒー君が69、ロック。で、まあそこにかけて、ね、かけただけだけど。ゆうきが28。わかりました。じゃあ本人聞いてみましょう。はい。意外に頑張る。サトシは結婚するなら何歳？はい、何歳に。まあ32とか。結構リアルに来たの。現実的に来た。はい、ありがとうございます。全然足りへん。そう、いきます。サトシの家族構成は。どうくるかな、これ。このね、せーの、ドン。はい、じゃあひーくんから、はい、父、母、かけずな、弟、サーボの4人家族。はい、父、母、サトシ、弟の4人家族です。はい、父、母、サーボ、弟。はい、じゃあお願い聞いてみましょう。サトシさん、サトシの家族構成は。家族構成ですか。はい、まあ両親、そしてブラザーの4人家族。4人家族。はい、メンバー正解ですね。はい、じゃあ次の質問。久しぶりの世界。これで嘘つかない。サトシの中学生の時の部活は。これすぐわかります、ね、あ、でもこれっていいかな。
ッケー。言いそうだね。せーの、ドン。ヒー君は？アメリカンフットボール。野球。野球。はい。佐藤さん。はい。佐藤が中学に中学の時入ってた部活は？部活。ベースボール。ありがとうございます。やっぱりそう言った。はい、じゃあ次の質問。俺だけ間違ったんだ。サトシのギター歴は何年でしょうか？せーの、ドン。ヒー君は10年12年7年7年。はいはい、サトシさん、はい、サトシのギター歴は何年？ギター歴12、3年です。12かな。おー、正解。はい、じゃあ次の質問いきます。サトシが大事にしているものは？いい感じ？いいだ？のードン。アヒー君、まあ、ハットの帽子ですね、この今、かぶって。はい、ロック魂、ハートです。黒いティッシュの箱、はい、黒いティッシュの箱？え、黒いティッシュの箱ってあった？黒いティッシュの箱っていうか、ティッシュの箱が黒いんですけど、黒いティッシュの箱があって、うん、あのこれリアル話、うん、ヒー君が泊まりに行った時にそれをぶっ潰した時にあまりにも大事にしてるんでヒー君が怒ったっていう。確かに。あ、そんなことあったの？確かに最近あったんで、きっとこれで来るかなと思って。なるほど、終わりました。はい、サトシさん。はい。サトシの大事にしているものは？大事にしているもの、まあギターですね。はい、わかりました。いや、俺ギターで来ると思った。いやー、まあそれはありましたけど、うん、俺はもちろんあったんですけど。いきますよ、次の問題。サトシの好きなアニメのキャラクターは？どれかな、どっちかね。でも俺分からん、これ。俺分かった。いくつかあるよ。うん、でもさ、これやろ。いくつかあるけど、でも俺もこれはあれかなと思った。何ですか？うん、あの1個分かる、俺も。てか1個しか分からん。待ってくださいね。うん、なんやろ。ヒー君は？峰富士子。峰富士子、はい。源静香、はい。ルパン三世の次元。なるほど。佐藤さん、佐藤氏の好きなアニメのキャラクターは？アニメのキャラクターですか？次元ですね。おお、すごい、すごい、当たったぞ。はい、じゃあ次の質問。サトシの湯船に浸かる時間は？せーの、ドン。27分28分5分。はい、サトシさん、サトシの湯船に浸かる時間は？湯船ですか？はい。あー、結構歯磨きするんで、風呂に浸かりながら。はい。何分？10分ぐらいですかね。わかりました。そっか、歯磨きの時間があったか。はい、じゃあ次の質問。早いの分かってたんだけど。サトシのお風呂に入った時、
一番初めに洗うところは自宅です。うん、自宅で、じゃあこれ自分の、自宅じゃなかったら、うん、俺一番知ってるんですよ。まあ自宅で、自宅ですね。自宅で一番初めに洗うところは、おーどん、ん、ひーくんが顔、あ、首、はい、顔、頭、はい。佐藤さん、お風呂に入って一番初めに洗うところは、あ、頭です。よし、はい、じゃあ次の質問。サトシの好きなギターのブランドは？これすぐかけるんじゃない？はい、はい、ちゃんとこれで来るかな。来るでしょ、来てくれる。はい、せーの、ドン。みんな？ギブソン。はい、はい、サトシ、サトシの好きなギターのブランドは？ギブソンだろう、それは。ですよね、ですよね。はい、次の質問。サトシの初めてチューをした相手の名前は？あ、これ予想じゃない、こんな。でも、インスト、あ、インスタで言ったかもしれんね。言いましたね、うん、確か。はい、これ何の人決定も覚えてね。おー、ドン。ひーくんは結構知らんけど、あけみ、はい、藤子。はい、サトシさん、初めてチューをした相手の名前は？相手の名前、はい、けいこちゃん。おぉ、すごい、すげえ、うっしゃ、え、適当？いや、若干たどったけど、K、うん、ぐらいしか分からなかった。マジで？はい、いきますよ。サトシの好きな食べ物は？食べ物ですよね。はい、食べ物、はい、なんそんな俺でしょ、うん、俺しかないやん。嘘、え、サーモンの好きな食べ物？サーモンの好きな食べ物？これしかないって。これしかないね、いつもずっと言ってたよね。で、これ違ったら悪いけど、これしかない、うん、これしかない。いきますよ。え、ちょっと待ってください。え、サーモンの好きな食べ物ってなんだ？まあ最近やったらアイス飲みやけど。あー、来るかも、そっち。あー、あ、言っちゃった俺が。わからんよ、どう来るかわからんよ。キャラで来るかもしれんし、キャラで来るかもしれない。これは多分ちょっと前だと思うけど。それちょっと前、行きましょう。俺もっと前です。せーの、ドン。はい、いい子。あ、ユッケね。ああ、あ、それか、言いそう。ああ、それだ。あ、メロンパンも言いそうやし。アイス飲みや、アイス飲みや、最近だね。これちょっと前で、これだよ、多分正解。行くよ。はい、サトシさん、サトシの好きな食べ物は？ユッケです、やっぱり。はい、次の質問。くそ、これちょっとサービス問題かな。サトシがコンビニでいつも買ってしまう。あ、いいですね、これ曲が止まっちゃいました。最近、はい、なんか新しいもの、コンビニで、はい、いつも買ってしまうものは？絶対や、いや、それでしょ。いや、それじゃないって。買っちゃうもんでしょ。買うよ、だって今や、二つあるんだよね。二つありますね。二つあると思うよ、どっち言うかじゃない。俺絶対あっち言うと思う。いや、分からんよ。かけました？はい、はい、はい、せーの、ドン。はい、ひーくんは？ここに来てアイス飲み。それか迷ったんだけど、絶対これでしょ。どれ？レッドブル？毎回だからやろ。まあ、ガム。ガムはだって
結構束で買うでな。そうっすね、なんでちょっと迷ったんですけど。はい、じゃあ聞いてみましょう。はい、サトシ。はい、コンビニで、はい、いつも買ってしまうものは。アイスの実です。よっしゃー。やっぱそっちか。はい、次の質問。サトシの好きなライブハウスは。東京だったらわかる。いや、もう日本の中で。いや、でも名古屋できそうだもんな。日本の中で。あ、そっか、別にやったことあるとか関係ないもんな。でも最近だったら多分。じゃあやったことあるんでしょうか。あ、そうそう、やったことある好きなライブハウスは。じゃあ多分どっち言うかな。どっち。3つあるんだよ。透明版で1個ずつある、うん、どこで来るかな。大丈夫か。いきますよ。どうしよう。みんなどこが好きなの、好きなライブハウス。僕ですか。うん、ライブハウス。ウエストライブハウスじゃないやん。ライブあ、そっか、そういうくくりでくるか。うん、多分ウエストも言いそうだね。ヒー君は。僕ヒー君どこ好きやん。結構エリアとか好きです。あ、一番自分がありしたのはファンジェですけど、思い出とか。ヒー君はファンジェトワイス多そうやな。いいんじゃない。まあありますね、ファンジェはね。はい、皆さん書けましたか。はい、はい、きますよ。せーの、ドン。はい、ヒー君。エリア。新鮮バスソーン。あ、最近はそうやな。大阪はそうなんだって。そっか。はい。ボトム。わかりました。名古屋、東京は。サトシさん。サイバーなんで。サトシ。やったことある。好きなライブハウスは。ライブハウスですか。ライブハウス。僕、ソーマが好きですね。いや、やったね。最近ソーマやもんな。ソーマなんだよね。出てこんかったわ。はい、次の質問。サトシの好きな女性のタイプは。せーの、ドン。ヒー君が。ボンキュッボン、グラマーな女性。藤子みたいな女性。まあこういう人ですね。くびれ。ボンキュッボンの人。ボンキュッボン。わかりました。はい、サトシさん。サトシの好きな女性のタイプは。タイプですか。はい。まあしっかりしてる。こう。わかりました。こう、2パターンあるね。うん、2パターンね。2パターンあるね。とりあえず基本的に2パターンあるからね。いきましょう、次の質問。これもわかんないで。サトシの好きな芸人は。芸人。コンビの人のピンでもいいし。わからん。あ、これ前言っとったわ。サブ俺好きなんだね。よく見とんの知っちゃうけど。せーの、ドン。はい、ヒー君は。アンタチャブル。はい、アイキングウォーキング。はい、全然分かんなかったっすね。ダウンタウン。はい、じゃあ聞きましょう。はい、サトシさん。サトシの好きな芸人は。芸人ですか。はい、トータルテンボス。はい、では次の質問。うちはサボン全然分かってねえダメだな。リカオンでの中で好きな曲は。好きな曲。キムラ何が好きなの。それは
一番好きって言われてもちょっと決まっちゃうんですよ。甲乙つけがたい。甲乙つけがたいですね。なんやろ、いくつか出てくるけど、あれじゃん、自分のギターソロで結構うなるところじゃない。そっちか、ギターソロ系で言うとね、ラブソングとかなんだけど。そうなんで、はい、オッケー、普通に答えいくよ、せーのドン。はい、じゃあひーくんはモンゼルのピストル。これ新曲ですね。はい、そうか、新曲を攻めてくることもあるか。ひーくん、モーゼルだよ。もう、もう、もう、伸ばしだよ、伸ばし棒。はい、聴いてみましょう。サトシさん、サトシのリカオの中で好きな曲は、はい、曲ですか。はい、エロス。いえ、俺来た。次の質問、はい、はい、サトシはペットボトルの 500ml の水を何秒で飲めますか。それサーボーのことなんですか。うん、そうや。そうやんか、何秒で飲めるかわからへんやんか。そんな飲ましたことないっすよ。俺もないよ。これで飲んでくるのが困る。絶対俺それね、行こうと思ったけどね、やめたいな。だってどうせさ、そんなの勘やん、こんなの。ひーくんとか一気とか似合いそうやね。腰見てやってるんでしょ。そう、だからサーボーが、あ、買うかな。サーボーがちょっとこう、ちょっと見せようとするか、しないか。あー、まあ結局答えはいつも二通りあるけど。そうなんです。見せるのか、見せるのか、素でいくのか。なんでこうなんだ。はい、いきますよ、せーのドン。56秒。3分30秒。はい、69秒。なるほどね。じゃあ、サトシさんに試してもらいましょう。サトシさん、サトシさん、はい、サトシさんが、500ミリのペットボトルの水を何秒で飲み干せるかっていう、はい、これ、こんなんあるんですか。こんなんあります。なのでね、ちょっと飲み干していただくの。頼むぞ、かかってるで。頼むぞ。マジっすか。競馬みたいなものやね。頼むぞ。若干冷えてますね、これ。冷えてますね。こんなんあるんすか。メイシン来てもいいよ。おサボ、出しろ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 。そのメイシン来てもいいよ。ロックの魂を見せてみろ。いくよ。深呼吸してる。あ、いいですよ。サトシパイ。これ、こっちの合図でいくね。わかりました。せーの、どうぞ。サトシ、サトシ、いくぞ。はいはいはい、サトシ。メガネ持ちながら飲むんだね。見せるし早いし。見せるし早いね。見せるし早い。お、結構早いんじゃない。結構早いね。ちょっと、もうちょっと、もうちょっとゆっくり飲まさぼ。これ、あー、相手打ちの待てないパターンやな、これ。ちょっと待った。はい、タイムは何秒ですか。21秒です。早っ。誰も勝ってよね。苦しい、苦しいです。もうお腹パンパン。これコーナーだったらなっとったな。はい、あ、では最後の質問です。ちくしょう、マジ当てろ。これサトシ50と言いつつも時間の尺の問題でね、30問目で終了させていただきます。タイトル変わっちゃった。はい、最後の質問、もし世界が終わるとしたら最後に何をする。二通りあるな、これ。二通りやな。まあでも、とは言いつつもサーボーは、でもサーボーよく言いますよね。うん、死ぬならって。
これだ、これでいいや。いきますよ。せーの、ドン。はい、ヒーくん。あ、でもね、これわかる、わかるわかる。これやろ。ステージでギターを弾く。はい。チョーキング。はい。ギターソロ。はい、じゃあ最後に聞いてみましょう。はい、サトシさん。最後の質問です。最後っすか。はい。世界が終わるとしたら、はい、一番最後に何をしますか。最後っすか。まあ、ライブしてたいですね。もうちょっと、もうちょっと具体的に言ってみようか。具体的に、はい、ライブを、ライブをして、してギターを弾く。弾く。もうちょっと詳しく行こうか。え、あれ、あれ、これがあるの。もうちょっと詳しく言ってみようか。だって俺も詳しくですか。もうちょっと言ったら、もうちょっと言ったらいいかもしれないよ。あ、最高のチョーキングをしますね。はい、ありがとうございます。これじゃあ、じゃあ2人正解だよ、これで。ステージでギターを弾く。俺ギターを弾くかったんですよね。はい、チョーキングをする。では、結果発表を。全員正解。チョーキングってどういうこと。チョーキングってどういうこと。チョーキングは、弦を上に上げてっていうギターソロってこと。ギター、まあ、はい、ソロによく入ってる。あ、じゃあこれ全員正解だ、うん、はい、じゃあ結果発表です。じゃん。はい、ゆきさん、え、ひーくんの結果はちょっと、うん、お、1位はゆうきです。おー、でもこれ結構僅差です。ゆうきが1位で、全員当たったやつはちょっと省いて、ゆうきが7ポイント、うん、全員ハブキですか。ん、全問正解。全問正解やつはか数えてないらしいんって、なぜかよう分からんねんけどさ、なぜかで、いや、なんかそういうなんかポイントで見たかったのにね。30問中なの、よくよく分からん、ね、気になるとこあるよな。で、ひーくんが6ポイント、おで、リト分が5ポイント。だからこれ僅差なんだよね。というわけで、ゆうきさん優勝です。じゃあね、優勝のあがつきには、じゃあ今から用意するんでね、ちょっと待っててください。はい、今回サトシ50のこと、はい、優勝者はゆうきさんです。ゆうきさんどうぞ。はい、ゆうきさんさすがだね。でしょ、俺はね、やっぱね、一番ね、うん、なんていうかな、なんか普段はさ、そんなさ、他人に興味ない、若干興味ない的なさ、キャラ出してるけどさ、はい、やっぱ見てるとこ見てるなと思ってさ、見てるとこれはね、もう誰にもいつもサーバーの時も、残念だったな、他のメンバーも。ちょっと惜しかったけどね。惜しかったけど、まあ俺がこのね、サーバーと一緒に先ほどの権利を手にしたということで、ね、じゃあ一杯やっちゃうか。やっちゃいましょう。祝杯を、祝杯あげようぜ。このお酒、結構強いお酒なんですよね。これは、50% 性あるからね。じゃあ、ゆきさん、50度これさ、まあ、最初こんなもんすね。まあ、こんなもんすかね。まあ、僕、お酒好きなんでね、まあ、こんなもんすね。全然やんけ。まあ、50% なんで、はい、では乾杯をしてもらおうかな。はい、こ、はい、れやれ、一発ゲームに近いやんけ。じゃあ、まあ、じゃあ俺からやっぱ、男の乾杯、男の乾杯、お、こう、こう来る感じ。はいはい、じゃあ毛が絡まるね。うん、せやじゃあ、はい、これからもよろしく、ね、これからもよろしくね、うん、じゃあ、乾杯。乾杯、いただきます。いただきます、はい。さあ、もうやっちゃった。もう飲めんかんやって。きついぞ。酒好きだろ。この感覚がやっぱね、なんていうかな、あ、熱いものがこうやってくる。あ、今夜は酒臭っ。今夜はな、話さないで。
私これ。じゃあこの状態で、最後、うん、って。もうリコンの、告知とかあったら言ってください。しようぜ。いいよ。じゃあさ、これやべえな。ワンマンツアーが始まりますよね。ワンマンツアー始まるね。始まる。名古屋から。名古屋。全国22カ所、22公演だね。2公演か、うん、これ上から下まで行っちゃうよね。行っちゃうね。全国北海道から、はい、沖縄まで飛行機に乗ったり船に乗ったり。すごいよね。もう旅ですね。旅ですね。ロングツアー、うん、やっぱねこういう旅っていうのはさ仲良くないとやっていけないから、ね、やっていけないね、うん、やっぱこうやってさ、メンバーのことを思ってくれるさ、うん、やっぱメンバーがいるとさ、うん、本当にそう、辛いことあってもこいつとなら乗り切れるなって分かる。俺らが思ってないみたいな、そういうさそういう気持ちで、全国駆け巡っていきたいと思う。そしてツアーファイナル11月26日、名古屋ボトムライン。はい、これはね、はい、僕たちあの全国で雪吊りの女をね、うん、まあ、毎晩毎晩違う地方の行きずりの女とライブを繰り広げるわけですけど、まあファイナルにはねぜひ全国の行きずりの女たちをね集結させて、もう最高にね熱いライブをしちゃおうかなと思ってる。はい、もうね何が何だかわからないくらいね溶けちゃう感じで。そうだね。はい、乱れて、うん、ね、熱い夜をね、オッケーかましていこうと思うんで、うん、任して。これ確かあれなんですよ、ワンマンツアーから新衣装なんですよ。あ、そうですね。この衣装なんですよ、実はこれは。もうゆきさんのもう狩りをしそうなね、もう狩りいかにも、もう全国の雪吊りの買ってやるぜって買ってやるぜってね、もう飼育しちゃうよ、気をつけて。でもみんなかっこいいからね今回、うん、シックで、うんうん、いい色味だね。うん、いくんなんかね、未来から来たね、 X メンな、ウルヴァリン的な。もう一回、もう一回で、ウルヴァリン的な。もう一回、もう一回、もういいわ。ていうか酔ってないよね。酔ってねえよ。でリト君もね、すごい露出がすごい激しい今回も。後ろで紐しかないね。すごいからね。いいよね。うん。うん、サボ今日サボなんかアメリカのさ、アメリカンだね、はい、スタイルが。サボなんか、はい、ヒークもお酒飲みたいらしいよ。あ、もういいじゃん、お酒好きだよな。いいじゃん、みんなさ、もうサボのこと好きだから、一杯かわかわ、俺ね、だってひーくんとサーボーもうセットみたいなもんやのにさ、でもさ飲めへんってのはちょっと悲しいんじゃない。これ6ポイントでしょ。6ポイント、ゆきさん1ポイントで買うからね。オッケー、そんなんね、サーボーのこと知っとるの。どうせじゃあちょっと一杯もてなしてあげた方がいいな。あ、オッケー、 あ、いいんすか。じゃあ僕じゃあ、佐藤さんの、佐藤さんついてもらっていいかな。どうぞ。ちゃんと持って、あ、オッケー。ちょっと手が震えるからな。ああ、いいよ。じゃあね、先ほどのようにやっぱ男っていうのはさ、なんていうかな、あ、平等、平等、平等、すごいね、やっぱ優しいよね、ヒープは。よくさ、うん、ガイタレの雑誌とかによくね、こうやってさっきもやったけど、うん、こうやってこれさっきめっちゃ飲みにくそうだったよ。ほんとに、うん、いいよ、大丈夫、うん、そういう写真が載ってるみたいな、そういう写真が載ってるっていう。じゃあ、サボ、はい、いつでもガイタレでな。何今の人工。ほんと優しいからな。お前、俺ほんと、うん、お前すげえ。じゃあ、ちょっと乾杯しよう。乾杯、乾杯、はいはい、いただきます。やばいと思う。はい、というわけでね、じゃあ、そろそろ閉めて、はい、もうヒーク、お腹痛くなる。気管支入ったヒーク、大丈夫ですか。目がうるうる、気管支入ったこれはすごい、きついよね。はい、じゃあ
じゃあ佐藤さん締めてもらっていいですか。佐藤さん締めてもらっていいですか。だいぶ体が熱くなってきたっていう。はい、いやそんな感じでね。はい、まあリト君とこの後たっぷり飲もうかな。リト君この瓶を開けるって言ってたんで。そうですね、リト君は開かす。はい、はい、まあこれであのメンバーの思ってる気持ちっていうかそのすごい伝わったんで、うん、これからもなんかさこういうメンバーのことをどれだけお互い理解してるかっていうさ、うん、試す企画っていうのをやってってもいいんじゃないかなと思いましたね。はい、そんな感じで今日は本当に僕のためにこの会を開いてくれてありがとう。愛してるよ。ありがとう。はい、ありがとうございます。